やってきます。漫画模写 RTA では今回はなく、小畑武史先生風に水彩に塗っていくということで、まあ、まずはちょっと画面を見てください。僕面白い方法を見つけまして、まあ、まず、ブレアっていうブラシ、今選択しましたでしょう。この、なんか、いい感じに、発泡スチロールみたいな質感のブレアというブラシで、一回、真っ黒になんない程度に、せっかく丁寧にペン画した上から塗っていくんですよ。レイヤーは分けてます。一番上のレイヤーになるように新規レイヤー作って、そこにブレアブラシで薄暗く一回バーッと塗っていくんですね。これは何をしてるかというと、下地を作ってるんですけれども、上に描いてるのに下地ってどういうことって思うかもしれませんが、描画モードをオーバーレイにするんですよ。そうすると今消えましたでしょう。真っ黒く描いてたものが真っ白に消えちゃったと思うんですけれども、まあ一旦これで大丈夫です。で、もう一層下地を作ります。今度は厚塗りブラシっていう、どっちもピクセルブラシのペイントっていう、多分そもそも何も追加とか新しくしなくても備え付けでデフォルトであるブラシなんですけれども、フレスコって結構アップデートだったりとか、まあ、あとはフォトショのブラシとかをダウンロードしたりとかしてブラシを増やしていけるんですよね。でも別にそういうのじゃなくて、元からあるブラシ、ブレアっていうブラシと、厚塗りブラシっていう、まあ、それぞれのブラシで2つのレイヤーでオーバーレイのレイヤーを作るっていう、だから下地のレイヤーを2つ作るっていう感じですね。ここまでが下準備です。で、こっから早速今回本題の水彩風に描いてみようという、小畑武史先生風、これ光の碁の東谷明ですけど、小畑武史先生風のめっちゃ味のある水彩っぽい、まああれはコピックで描いてますけど、味のある水彩をデジタルで描いてやろうじゃないのという。で、さっきまではピクセルブラシっていうのを使ってましたけど、アドビフレスコってライブブラシっていう、ライブなブラシ水彩と油彩がありますけれども、その水彩の方で書いてってますけれども、ライブブラシの水彩ブラシがまあ、ご覧の通りですよ。これめっちゃおもろいんですよね。塗った色が動くんですよ。ライブブラシとは言えて妙だなというのは、もうライブなんですよね、本当に。じんわり水彩の広がりっていうのが起きるんですよね。で、しかもこれが多分コンピューターがめっちゃ高度な演算をしてくれてるのかわかんないんですけれども、乾かないんですよ。まあ、乾かすっていうコマンドもあるんですけれども、一回塗ったところが本当の水彩だったら乾いちゃうじゃないですか。これはなんか乾かないから、さっき塗ったところと今塗ったところみたいなのが謎の複雑な水のなんか混じり合いみたいな感じがして、予測不可能な面白いにじみ方とか色の広がり方をしてくれるんですよね。で、細かく描きたいとか、そのエッジを出したい時とかはレイヤーのコマンドでレイヤーを乾かすっていうのがあるんで、それで乾かしたら全然そういう水のぼやけができないように描くこともできるっていうし、普通の水彩だったら白を残さなきゃいけないけれども、その白っていうのを描いていくと濁っちゃうから、光面っていうのは残しながら描くっていうのが水彩の難しいところだと思うんですけれども、なんと全然白で描いても汚くならないので、このデジタルの場合だと。だからこの水彩ブラシっていうのは水彩って面白いけれども難しいしめんどくさいっていう、難しいしめんどくさいのところを全て取っ払ってくれた、めちゃめちゃなんかその水彩の楽しいところだけブラシみたいな感じで、クソ面白いんですよこれ。なので今回1時間超えちゃってるんですけれども、このにじみ具合とかっていうのをちょっと見てほしいんで、ノーカットでお届けします。1時間あるんですけれども、1時間ちょっと画面見てください。これおもろいっすよ。この動画は本当に僕のトークも炸裂してて面白いっていうのもあるんですけれども、
何せいかんせんこの映像が面白いっていうのは本当にまあ媚び売るわけじゃないですけど、アドビフレスコやばいっすよ。これはこの水彩ブラシのこのふわーんってにじんでく面白さっていうのは、なんか僕本当に大げさじゃなく初めて絵描いた時のなんか感動みたいな、絵描くって面白いなっていう、あの遊戯王 GX で結城十代がどん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 その最初の頃はデュエル楽しかったのに勝つことに執着してって、でもう心がなんかもうバトルマシーンみたいになってって、デュエルを楽しむ心がなくなっていくじゃないですか。で最後に意外なある人物と最終話でデュエルして、それでデュエルの初期衝動みたいな、なんかすごい楽しデュエルを楽しむ心みたいなのを取り戻すじゃないですか。なんかあんな感じでもう描いててなんかめっちゃ楽しくて、なんか色がなんか予想外の色になったりとか、なんか思ってなかった面白さ綺麗さみたいなのがなんかそのコントロールできない面白さみたいな、なんかそういうちょっと普段絵描くのとは違う体験ができて、アドビフレスコ水彩ブラシなんかぜひやってみてほしいなって思うんですけれども、ただ問題点がありまして、おそらくですけどこのアドビフレスコの水彩ブラシをそんなに使いこなしてる人がいないと思うんですよ。なんかあんまそういう動画だったりとか、アドビフレスコ水彩ブラシでこんな作品作りましたって有名になってるプロはあんまりお見受けしないと言いますか、まあ、僕のリサーチ不足もあると思うんですけれども、多分こんだけ面白い機能の割には世の中に浸透してない気がして、まあそれはもう結論から言うと、もうこの水彩ブラシが全然水彩っぽくないからだと思うんですよね。僕が情緒不安定だと思われるかな、こんなことを言うと。いや水彩っぽくないんですよ全然。だから面白い機能だけど、うわーなんか絵が動いてるっていう、なんかめっちゃ面白いけれども、出来上がった作品はやっぱデジタルだなっていう感じがするから、まあ水彩上手い人も結局アナログの水彩に戻るし、まあなんか無理してこのブラシを使うことはないなっていう、なんか描くのは面白いけど出来上がったものは別にっていうような、なんかそんな印象、多分多くの人はそういう風に思ったんじゃないかなっていう風に、でご多分に漏れず僕もそうだったんですよね。めちゃめちゃ楽しいけれども、これはデジタルだわっていう感じで、ずっと水彩風に描くブラシを探してたんですけれども、水彩ブラシ、ライブブラシの水彩ブラシっていうのはもう花からもう除外してたんですよね。オーバーレイレイヤーに出会うまではっていう、まずはずっと単体でブラシを探してたんですよ。ピクセルブラシで、ま、もう100以上あると思うんですけれども、もう膨大な数のブラシっていうのを、まあ、時にはそのフォトショップのブラシとか、もう外部のやつをダウンロードしてきて使ってみたりとかしてみて、それでもう一個一個ブラシをチェックして、で丹念に調べた結果、うん、デジタルで水彩は無理だっていう結論になんかもう心が折れそうになってたんですけれども、単体では見つかんなかったんですけれども、オーバーレイレイヤーっていう発想を、まあ、ひらめきまして、で一個下地に何か紙だったりとか、まあなんか粒々な質感みたいなオーバーレイレイヤーを作って、その上に描画していくっていう、もう厳密には下ですけれども、オーバーレイレイヤーを使った、まあ、2種類のブラシの組み合わせですよね。今までは単体で単品で探してたけれども、2種類で探したら見つかるんじゃないかなと思いまして、で、いろいろ探して、で結局ブレアと厚塗りブラシをオーバーレイレイヤーとして2個オーバーレイレイヤーを作って、でそれに水彩ブラシで描いていくっていうような、まあ最初に除外したライブブラシの水彩ブラシに戻ってきたんですけれども、だからこの情報を聞いている皆様はもうものすごい幸運だと思いますよ。いやだってもう僕のその計算が合ってるか分かりませんけれども、まあ仮にブラシの種類が100種類あったとして、で重複ありで調べてたんで、
あのブレアブレアブレアとか厚塗りブラシ厚塗りブラシ厚塗りブラシみたいな感じで、あのめっちゃその同じ種類のブラシでオーバーレイさせてみたりとか、その上から描画してみたりみたいな、そういう重複ありの組み合わせっていうのも僕は調べてたんで、もうこんなのもう無限の可能性ありますよね多分。だって100の中から重複ありで3種類のパターン選ぶなんて、僕の計算が正しければあの10万以上のパターンがありますよねまあ多分僕の計算は合ってないですけれども、でもまあ途方もない組み合わせの中から選んだこの一つのパターンで、結構自分的にはいい感じになんか描けてるんじゃないかなという、あのまあ全然その小畑先生には遠く及ばないんですけれども、ただもう大事なのはもう描いてて楽しいということだと思うんですよね。もうとにかく描いてて楽しくて、予想外のにじみ方だったりとか、もう予想外の色とかも思ってた色じゃない色になったりとかして、それをもうなんとか必死にコントロールしながら、まあ時にはもうコントロールを諦めながら、でも割と色自体はなんか美しい色になってるんじゃないかみたいな、もうこれがすごいなんか絵描いてて面白すぎて、もう本当になんかもうこのブレア厚塗りブラシ水彩ブラシのこの神の組み合わせを見つけた時に、まあもう打ちひしがれましたね。もう感動して、もう打ち震えて打ちひしがれて、もう安西先生みたいな、もうブルブルブルってブル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 それだみたいな感じで、もう震えて打ちひしがれて嗚咽しましたね。でもう泣き崩れましたね。で膝を叩きましたね。で笑いましたね。そしてまあちょっと裏話なんですけれども、いやなんかこの動画を撮る前に7時間ぐらいかけてなんかデスノートの絵描いてたんですよ。小畑先生の画集に、小畑先生はこういう風に絵を描くみたいな、画集の表紙を密着取材みたいな感じで、下書きからペン入れから色塗りからみたいな、そういうなんか完成までを取材して、それをなんか記事にしたみたいな、なんかそういうのがあって、その手順通りに絵を描いてみようかなっていう、まあそんな企画を考えていて、でまあ実行していて、でもうほんと7時間ぐらい描いてたんですよ。で動画も7時間ぐらい撮っていて、でまああとおそらく2時間ぐらいで完成するかなっていう息抜きに、ちょっと水彩ブラシを試してみたらパチッとハマって、で先ほど述べた通り、一通り感動した後にデスノートの方の7時間ぐらいかけた絵っていうのはこの方法で描きたかったって思って違う方法で色塗っちゃってたんですよ。でも今思いついたこの水彩ブラシの塗り方の方が絶対綺麗だし見栄えがいいから、うわこっちの方法で描きたかったなーって思って、なんかもうそう思ったらもう矢も盾もたまらずと言いますか、もうその時のテンションでもういいやと思ってもうボツにしちゃったんですよね。だからもう動画も止めちゃって、というかもうデータも消しちゃって、もうこれはもういいやと思って、もうせっかく7時間ぐらいかけたやつをもうボツにしちゃったんですよね。まあ消すことないだろうって今にして思いますけどまあ7時間も動画撮ってたらもう容量もバカになんないんで、もう思い切って消しちゃって、まあ絵自体は別にあるんですけれども、だからまあもしかしたらなんかツイッターかなんかで上げたりするかもしれませんけれども、ただもうせっかく7時間も描いた絵をまあボツにする勇気が出るぐらい今回のこの水彩ブラシに感動して、この可能性をなんか見出したということですよね。もうそのぐらい僕には結構な発見だったということですね。あと話に夢中でなんかちょっと説明したいところのシーンを過ぎちゃったんですけども、12分ぐらいだったかな、なんか一回オーバーレイレイヤーをちょっと破壊しました。画質を破壊するっていう風に僕がなんか心の中で呼んでいる行為なんですけれども、画質が良すぎるんですよね。そのブレアだったりとか厚塗りブラシっていうオーバーレイレイヤーを作ったんですけれども、
なんかちょっとその質感としてそのザラザラ具合みたいなのがめっちゃパッキリしてるから、一回そのちょっと縮小してまた元のサイズに拡大することによって、あのレイヤーがなんか若干壊れて、でまろやかになるんですよ。なんか料理みたいですよね、その繊維を壊すみたいな感じで。そうするとそのデジタルのなんかベクターレイヤーみたいな、すごいそのツルツルしたりとか、なんかパキパキした感じっていうのがちょっと壊れて、で、あのアンチエイリアスみたいな、なんかちょっとそのもやがかった感じ、ジャギジャギみたいなのが滑らかになって、ちょっとぼやっとした感じ、少しだけボケた感じになってくれて、でこの質感っていうのがまあ割とその水彩と相性がいいと言いますか、まあ僕いつでもやりますけどこれなんか絵がパキパキしてるなと思ったら、ちょっとその画質破壊みたいな感じでちょっと縮小してちょっと拡大するみたいなっていうのは、なんか小技としておすすめですね。ちなみに僕はあのスマートオブジェクトとかベクター線とか否定派なんですよね。結構嫌なんですよね。あのスマートオブジェクトっていうのは拡大縮小しても画質が変わらないっていう、画像が壊れないっていうようなフォトショーとかの超便利機能で、ベクター線っていうのはまあクリスタが代表的なのか、でもまあアドビフレスコにもありますけれども、いくら拡大縮小とかしてもなんか劣化しない線みたいな、だからまあスマートオブジェクトの線バージョンみたいな感じなんですけれども、しかもなんか後からでも太くしたり細くしたり編集できたりみたいな、その線自体をもうコンピューター側でなんか記憶してくれてるから、まあその代わりにめちゃめちゃなんかデータの容量が重くなったりっていうことはあるんですけれども、まあ大体なんかそんな認識で僕はそういうところが嫌だなと思ってるんですけれどもあの多分便利だなっていう風に思ってる人が大半だと思うんですけれども、あのですね、僕は劣化した方がいいんですよね。あのちょっと壊れかけになってくれた方が絵として面白いなっていう風に僕は思っちゃうタイプなんで、まあこの感覚をまあもうちょい分かりやすく何かに例えるとしたら、デジタルカメラとフィルムカメラの違いみたいな、もうものすごい画質が良くて、でピントもめちゃめちゃ合わせられるデジタルカメラと、もうボケボケになったりとかなんかちょっと色褪せた感じの、なんかその昔テイストになっちゃうようなフィルムカメラだったら、僕はフィルムカメラの方が断然好きっていうことなんですよね。フィルムカメラのもう全てを過去にしちゃう感じっていうんですか、なんかあのちょっとセピア調で画質が悪い感じとか、ピントがなんか若干合ってない感じ、ふわっとしらっちゃけてるみたいな感じっていうのがもう現在じゃなくて過去みたいな、なんか思い出みたいな、なんかそういう雰囲気があるじゃないですか。なんかその手の届かなさがめちゃめちゃいいなって思うんですよね。でデジカメのあのパキパキした感じっていうのがめっちゃ現在っていう、なんかもう現在をしっかりと切り取りましたみたいな、なんか業務的な感じと言いますか、ただただ現在のこの状況を劣化せずに留めておきましたみたいな、ちょっと無感動な感じがしちゃうんですよね。でそれをそのまんまなんかその線を描くときにも僕はちょっと当てはめているというか、絵を描くときにももうパキパキしすぎてて、なんかただただその無機質に見えちゃうようなベクター線とかじゃなくて、ちょっと破壊気味な、なんか壊れ気味な、なんか手の届かなそうなフィルムカメラみたいな絵を描きたいなっていう風に心がけているわけでしてそうなってくると、まあやっぱりそのピクセルブラシだったりとかで、まあ僕かなりインクのそのまあこれアドビフレスコの機能ですけれども、その流量っていう、なんかそのインクがどのぐらい濃く出るかみたいなのとかも僕だいぶ薄くしたりとかしてるんですよね。多分普通だったら100で100とか90とかで書くところを、僕かなり薄めのなんか28とかで書いたりとかするんですよ。でこれもあの28とかで書くと、なんか勝手にアンチエイリアスみたいな、なんかちょっとそのピントが若干合ってないみたいなボケボケな感じになってくれるんですよね。でこれが
かなりお気に入りで、まあ、こういう質感で絵を描いていきたいなっていう、なんかちょっとフィルムカメラみたいな質感で絵を描きたいなというふうに日々精進してる次第っていうことなんですよ。でめっちゃ今更なんですけれども、また今描いてる絵の話に話を戻しますと、レイヤーを分けません。ですね、多分大抵のデジタルで絵描く人は、目は目のレイヤーとか、髪は髪のレイヤー、服は服のレイヤーみたいな感じで、その色塗る時にレイヤー分けすると思うんですけれども、今回はしませんでした。といっても僕いつもなんか早く描きたいからしないことが多いんですけれども、まあ、早く描きたいという理由もあるんですけれども、めんどくさいとか早く描きたいからっていうこともあるんですけれども、やっぱ緊張感が出るっていうのが大事ですよね。はみ出さないように塗るっていうのが、なんか緊張感がなんかその一手一手なんか真剣に色を塗るじゃないですか。この緊張感が大事だと思うんですよね。レイヤー分けしちゃうと、もうはみ出ても綺麗に消せたりとかするから、もう全然緊張感なくバーっていう風にもう思いのままに、で後で修正すればいいやっていう、その後で修正すればいいやという気持ちが今書いている筆を鈍らせるというか、全然緊張感のないなんかゆるゆるな筆運びになっちゃうんですよね。だからもう一手一手緊張して書くためにも、もう修正できないというような、そういった面持ちでやっておりますが、まあ、僕はさっきから結構はみ出して消しているんですけど、まあ、ご愛嬌ってやつですよね。あと個人的には筆運びって言いましたけれども、結構変わると思うんですよ。その軌道が変わると思うんですよね。はみ出してもいいように塗ったら、割とその同じ方向でバーって塗ったりとかするじゃないですか。ではみ出すように勢いよく塗ったりとかすると思うんですけれども、はみ出さないように塗るとしたら、輪郭ら辺でくるんと曲がりますよね。軌道が変わりますよね、はみ出さないように塗ると。意外とその軌道、ストローク、ハッチとかのその筆の運びがちょっと変わるっていうのが大事かなと思いまして、綺麗に塗りたい場合はもうはみ出すように均一にバーって塗っちゃうのがいいんですけれども、あえてそこをちょっとムラができるように、人肌というか味と言いますか、ちょっとその軌道が若干くるんって曲がることによって、その曲がりと曲がりがなんかムラになって、重なってムラになってみたいな、なんかそういう偶発的に起こるちょっとした事故みたいなことが、事故を起こさないように気をつけてるんだけれども、少し起きちゃう事故みたいなのがいいムラになってくれるかなというふうに思うんですよね。まあ、難しいところで狙いすぎちゃいけないっていう、なんかそのあえてムラを作ろうとしすぎると、まあ、単純に汚いみたいな感じになってしまうので、ムラを作ろうとしてないんだけれども、ちょっとムラになっちゃったみたいな、一生懸命丁寧にやってるけれども少しムラになっちゃったぐらいがちょうどいいかなと、まあ、そんぐらいのあざとさがいい感じなのかなっていう、なんか松田聖子のお母さんって泣くのがなんかわざとらしくてあざとすぎるみたいな、心ないこと言う人がいるじゃないですか。松田聖子の初期はあざとすぎるみたいな、なんかちょっとそう思われないぐらいの大人っぽい歌を歌い始めた頃の松田聖子、なんかスイートメモリーズとか、なんか最初誰が歌ってんだかなんか伏せた状態でサントリーのなんかペンギンの CM でスイートメモリーズとかやってましたけれども、なんかああいうちょっと大人っぽい声色で歌うんだけれども、少しアイドルっぽいあざとさがほんの少し醸し出されてるみたいな、なんかそんぐらいのあざとさがちょうどいいのかなっていう、もう今の例えのせいでもう意味わかんなくなっちゃったかもしれないですけどまあなんかそんぐらいのあざとさ、水彩におけるそんぐらいのあざとさを目指しながら描いてるっていう感じですよね。ちなみに僕はその初期の松田聖子ぶりっこすぎるとかあざとすぎるみたいなっていうのが、なんか批判する人いますけど、僕めっちゃ好きで、なんか初期の頃のブリブリな感じがめちゃめちゃ好きで、しかもなんかそのまあどう見てもまあぶりっこしてはいるんですけれども、心ないことを言う人たちがいるじゃないですか。なんかそういう
松田聖子はもうめっちゃぶりっ子で、で中森明菜はポスト山口百恵でかっこいい自立した大人な女性みたいな、まあ、松田聖子もデビューした時に郵便受け百恵ちゃんみたいな、ポスト百恵みたいな感じで言われてましたけどまあそれはさておき、まあ、とにかくその松田聖子のちょっとアイドルしすぎてないかみたいな批判っていうのはまあ結構、まあ、今でも言われますよね。なんかそこのぶりっ子がちょっと嫌いみたいな。でも松田聖子だってバカじゃないから当然そういう風に言われてるのは知ってるんですよ。なんかそういう風なあの悪意のある言葉とかを言われても、でも周りから何を言われても気にしない、だって私一番上に行くんだからって言うんですよね。かっこよくないですか。僕もう痺れましたよ本当に。もう松田聖子様って感じですよね。もう聖子様、もう私を導いてください聖子様っていう感じで、もう本当についていきたくなるようなカリスマ性がありますよね。松田聖子好きな曲いっぱいあるけど、最近僕は1001秒物語をめっちゃ聞いてますね。あの松本隆作詞、大滝詠一作曲の神曲1001秒物語おすすめです。で絵の話にまた戻しますと、あの筆の太さなんですけど、あんま変えないで描きました今回は。大きな面積塗るときはまあ大きくしたりとかっていうことをしてないんですよね。今回はあの B4 サイズで描いてるんですけれども、B4 サイズにおけるこの50みたいなサイズ、右上になんか50とか書いてありますけれども、これが多分 B4 サイズの紙の大きさに対してのコピックの太さはこんぐらい、50ぐらいかなという僕の感覚で、だからまあ大体50付近で、まあでも細かいところとかだったらちょっとなんか10とか20とかサイズをちょっとちっちゃくしたりとかしてますけど、まあ基本は50ら辺で書いてってますかね。まあこれもやっぱちょっと大事かなっていうのは、まあやっぱコピックで小畑先生が書いているんで、まあできるだけそういうところをちょっとトレースしたいと言いますか。まあ大きい筆だとね、どうしてもまあ早く書けるけど大味になっちゃうんで、まあ大きな仕事になってしまうんで、もうなんかコピックだけで書いてってる風の、まあ細い筆で書けばなんかその分そのストロークとストロークの重なりとかが細かくなって、まあ、細かいムラができて、で仕事をたくさんしてる風になりますので、しなんかこの小回り効く状態でこうくる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 書いてった方が、割とその予想外の衝突事故みたいな、なんか水がどうなってるかは分かんないんですよ。このデジタル上で水分がなんか今どうなってるかよく分かってなくて、だからこの衝突した時に予想外のにじみみたいなのが起きるんですけれども、まあそれを楽しむために、まああえてめちゃめちゃ小回りの効く、まあ50ぐらいのなんか細さとかで、まあくる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 やって、それでぶつけて、それでにじみを発生させてるっていう、まあなんかそんな感じですね。ちなみに色選びはもうめっちゃ適当、もう適切に当たりと書いて適当、いやあの適当はどっちの意味でも漢字同じか、あの適当、いい意味の適当です。もう毎回毎回その色がもう二度と作れないという気持ちで、なんかカラーホイールみたいなやつ右側にありますけれども、これの割となんか適当な位置をポチョンって押してそれでやってますね。あ、もちろんあの明度とかは考えてますけど、あの下に行くほど明度低くて右に行くほどサイドが高くなるっていうことなんですけれども、まあ一応なんとなくの明度とサイドは見当をつけて、まあここの位置だったらこんぐらいの色になるだろうなっていうのは、まあもちろん当然計算はしてるんですけれども、厳密にこの色っていうふうには決めないで、なんかポチョンってクリックして、ああなるほどこんな感じねみたいな、あの色塗ってみて、でまあ多分この色は二度と作れないだろうけれども、まあ似た色はちょっと作れるかなみたいな、だからもう完全同じ色っていうのはもう二度と作れないんだけれども、まあその緊張感を楽しむし、別にその何回も何回も塗り重ねるつもりはないとか言いながら、まあ服は結構苦戦してだいぶ
塗り重ねてますけれども、やっぱそこら辺が水彩っぽさの面白さだと思うんですよね。なんかちょっと時間もあるし、水彩と油彩の違いみたいな、なんかまあ割と絵描いてる人だったらまあ当然だよっていうことかもしれませんが、まあちょっとそこら辺をなんか漫画と絡めて話をしてもいいですか。まあまず第一に、日本人の描く絵っていうのは光側を残して影側を描いていくことが多いっていう風に言われていて、で海外の人が描く絵っていうのは逆にまあ最初にちょっとグレーとかにバーって塗っちゃって、で光面を描いていくようなことが多いっていう、まあグリザイユみたいなことですけれども、まあこれってまあ近年ではまあその垣根はなくなってきてはいますけれども、まあ詰まるところは水彩塗りか油彩塗りかみたいな、水彩塗りか厚塗りかみたいな、そんな違いだと思うんですよね。でめちゃめちゃ強引に分類分け、カテゴライズをすると、水彩塗りは早いんですよね。早くて一発勝負で、油彩はもう時間がかかってで何度でもやり直しが効くっていう、まあこういう分け方ができると思うんですけれども、水彩というのはもう絵の具が早く乾いてしまうし、しかもその上に色を重ねていくとちょっと透明で透けているので汚く濁っちゃうんですよね。だからあんまりやり直しが効かない、もうほとんど一発勝負で決めていくし、まあちょっと水でちょちょちょってやり直すことはまあできるっちゃできるけど、まあ基本はあんまりしない方がいいですよね。もうほとんど一発で決めていくし、光面を描くのが難しいというのもありますよね。紙地の白を残しながら描いていかなきゃいけないんで、光面になんか白とかを塗りたくってとか、なんかその光面を描画していくっていうのはちょっと難しいので、なので基本的には紙地の白を残しながら逆に影の方をとか色が濃い場所っていうのを、情報量を増やして描いていくっていう、どちらかというとまあ影の方を豊富に描いていくっていうカルチャーですよね。一方グリザイユだったりとかその油厚塗りっていうのはまあ一旦全部に色を塗っちゃったりとかして、それで光面を描いていけるわけですよね。油絵の具だったらもう全然その暗い色の上に明るい色みたいな感じで光面を描いていくことが可能なわけですよ。水彩と違くて塗り重ねできるし、しかも塗り重ねた時にグラデーションを綺麗にできるんですよね。乾くのが遅いから、乾くのが早いと境界線みたいなパキッとしたなんかエッジができちゃうんですけれども、油の場合はそこの境界線っていうのをグラデーションでなじませることができるんで、まあレオナルド・ダ・ヴィンチのスフマート、空気のように煙のようにみたいな、なんか全然境界線とか筆跡がない、もうめちゃめちゃグラデーションが綺麗な技法、スフマートとか言ったりしますけれども、これがものすごい描写に向いてるんですよね。現実世界にはやっぱりそういう筆のタッチだったりとか、まあなんか色の境界線みたいなのは滑らかなわけですから、これを本当にそういう筆跡をなしにしてくリアルな、なんか乾きが遅いからこそそういうところをグラデーション綺麗にしてリアルに描けるっていうのが油絵の魅力ですよね。で光面を豊富に描いていけるっていう、だからどっちかっていうと光面をめっちゃ描いていける描いていくっていうのがまあベタ塗り厚塗りっていう感じですよね。まあやり直しても何度でもやり直してもそんなに汚くならないし、その代わり鬼のように時間はかかるっていう、まあなんかそういった特徴がありますけれども、つまり早くて一発勝負で影面を描いていく水彩塗りと、遅くて何度でもやり直しができて光面を描いていってよりリアルに描ける厚塗り、油彩塗り、ベタ塗りっていう、で漫画をカラーで表紙とかね、カラーの時があるじゃないですか。カラーのページだったりもあるし、漫画をカラーで描く場合はまあ当然水彩一択だったわけですよ。もう漫画というのはやはりスピード勝負、早いがうまいみたいなところがあると思いますので、
僕は全然知らないんですけれども憶測で物を語っておりますが、まあでも水彩一択だったっていうのはやっぱりそうですよね。特殊なことがない限りはブルーピリオドとかはでも油絵で描いてたか。でもなんか基本的にはまあ何かコンセプトがない限りはまあ水彩系でカラーを塗っていくっていうのがやはり早いし鉄板だったかなと思うんですけれども、ここに来て近年ではその情勢が変わりつつあると、デジタルの登場でっていうことなんですけれども、やっぱデジタル塗りは圧倒的に厚塗りが多いですよね。厚塗りもしくはアニメ塗りみたいな感じで水彩塗りは流行ってないですよね。まあ水彩塗りですと言ってはいるものの水彩塗りになってないといったところでしょうか。辛口ですけどまあ水彩塗りでうまくいってる人を僕あんま見たことなくて、デジタルでね。 YouTube の動画とかでは水彩塗りのコツみたいなのは結構見るんですけれども、結局その世に出てる作品として水彩でめっちゃかっこいいデジタル絵みたいなのをあんまりなんかその流行してなく見えるというのはもうそれが答えなのかなという。でもこれっていやもう本当にこれなんかもうすごい辛口なことを、なんかどの口がこんな辛口なことを言うんだというふうに怒られるかもしれませんが、水彩塗りが流行ってないのはやっぱ超絶難しいからだと思うんですよ。油彩塗りは誰でもできるというか、ベタ塗りっていうのはもう時間をかければちょこ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 塗ってけばもう最終的には誰が描いても良くなるんですよとか言ったら怒られますか。全ての、油絵の画家にも怒られるし、デジタルのベタ塗り厚塗りが得意な人にも怒られますかね。時間をかければよく見える裏を返せば可能性のある描き方とか言ったらポジティブな意味になってるんでしょうか。だから割とあんまり絵が上手くない人でも、もうめちゃめちゃ時間をかけてベタ塗り厚塗りをしていけばいつかめちゃめちゃいい絵になる可能性を秘めている描き方。一方水彩はもう時間かけちゃダメなんですよ。もうめちゃめちゃ時間かけて上からコテ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 塗ってったらもうやればやるほどグロテスクになっていくっていう。だから早い時間で少ない手数で完成に向かわなきゃいけないっていう。なので難しいんですよ水彩って。なんかもう時間制限のある詰将棋みたいな、時間も制限があるし手数っていうのもやっぱ少ない手数で、なんか間違った手順でやったら詰まないんで、もう二重三重で追い詰められてるというかまあそんな中、まあたまにちょっとその揺らぎみたいなのがあるとムラになって美しいみたいな、完璧すぎなくてもいいけれども、でもやっぱり時間制限と手数制限があると考えた方がいいのが水彩だと僕は思ってますね。まあこんなストイックなもの流行らんだろうというふうにやっぱ普通に書く分にはもうそんな制限とかなく、時間制限とか手数制限とかなく、のびのびなんかベタ塗り油彩塗りみたいな厚塗りとかっていう風に書いてった方がまあ気持ちとしては楽だし、まあそっちの方が簡単なので、世の中的にはまあそういう絵が多いのかなっていう風に僕は分析してますね。でも漫画家とかはもう時間とか締め切りにも追い込まれてるから、かつてはやはり水彩塗りでもうものすごいスピードで追い詰めながらも、追い詰められることによってまたなんか新しいいい塗り方だったりとかっていうのが発明されたりとかっていうのはあったと思うんですけれども、例えば小畑先生の場合は人の肌の色とかっていうのはもうめちゃめちゃしっかり決めてますよね。なんかこの塗り方みたいな、このファンデーション塗りみたいなのも結構流行ったと思うんですけれども、もうキャラごとにあらかじめ何色のコピックで塗るかっていうのを決めてて、ライトだったら肌の色をもう E の00、E の000、E の11、E の13、E の21、R の02の6色で塗ろうかなとか、光の肌は E の01、E の02、なんたらかんたらみたいな感じで、もう各キャラごとに何色のコピック使うかっていうのも決めといて、で、最初に E の000とかなんかもう色が見えない色を下地として塗っちゃうっていう、なんかもうそれが薄い色がなんか透明感を増すように、なんか最初にまあ水を塗っとくみたいなもんですよね。ちょっとその E の000で薄く
最初に色を乗せておくと次に乗せてく色がムラになりにくかったりとか綺麗に滲んでくれたりとかして、まあ、ファンデーションみたいな感じでこの綺麗な下地が次に塗る色の発色を良くしてくれるというか透明感を増してくれるっていう、まあ、逆にその色を次の上の色を塗った後にちょっと境目とかが強い時に再度薄い色を塗ってで色の境目をちょっと滑らかにするみたいな、まあでもこれもスフマートを疑似的にやってるっていう水彩でスフマートをやってるっていうことですけれども、まあもしかしたら小畑先生が初めにやったテクニックじゃないかもしれないけれども、でもこれをこんだけ綺麗にやったのは小畑先生が初ですよね、さすがに。だからもうこれは小畑先生テクニックと言っていいのではないかと僕は思っちゃうんですけれども、でもやっぱりこういうのも薄い色から順々に暗い色を塗ってって、でもう色を濃く塗ったらその濃い色を薄くすることはできないんですよね。その滑らかにすることはできるけれども暗い上に光とかハイライトとか描きたかったらもうそれはちょっとなんか別の絵の具とかでまあその白で修正するとかはあるかもしれないですけれども、まあ、基本的にはやっぱり紙地の白とかを活かしながらもう一発勝負で緊張感を持ってやってくっていうことですよね。だから顔から描き始めるらしいですね。というかジャンプ竜とかでも顔から描き始めてたと思うんですけれども、まあそういうルーティーンらしいですね。で、小畑先生のコメントでめっちゃかっこいいなって思ったのが、まあ水彩で、まあコピックで描いていくわけじゃないですか。まあ緊張しながら描いてって、で、描いてる時にその紙の質感だったりとか、描いたり塗ったりの手応えから刺激されて絵の発想につながったりするっていう、だからなんか塗りながらも最初想定してたよりもめちゃめちゃいい絵が描けたりとかするっていう、ちょっとそのコントロールできない面白さみたいなのがあるっていう、だから自分にとっては彫刻とか造形にも近いっていう風に思っているという、まあ、二次元的な情報だけじゃなくて描いてみた時のなんかグッと触覚みたいなそういう感覚もフルに利用してるっていうことだし、まあ全然違うかもしれないですけれども、ミケランジェロの名言があるじゃないですか。掘られてない大理石にはもう偉大な芸術家が考える全ての形状が眠っているみたいな、だからその形を探し当てるだけだみたいな、なんかそういうのにも近いのかなっていう、そういうもうミケランジェロマインドもあるんじゃないかなと思ったり思わなかったり。ちなみにこの画集の小畑先生のコメントによると、やっぱ小畑先生レベルでも結構その塗りに失敗してみたいな、でもそれが逆にいい味になったりみたいな、そういうアクシデントが多いっていう風に小畑先生レベルでも全然あるっていう風に書いてありますね。だからなんか最終的な出来がもう塗り終わってさあどうだって見てみないとわからないみたいな、それが楽しいところでもあり怖いところでもあり、カラー原稿は楽しいけれども緊張の連続です過去わらみたいな感じのコメントが書いてありますけれども、この画集恐ろしいところが、まあ絵が上手いのはもう当然として、この画集のまあ、4ページぐらいにわたってそのペン入れが何時間、下書き何時間とかその背景何時間みたいな感じで、そのページごとにコメントと時間が書いてあるんですけれども、まあ、鬼のように早いんですよね書くのが僕、まあ、正直ここで心折れましたわ。そのこの一個前にボツにしたって言ったそのデスノート、この画集と同じ手順で同じ時間かもっと早い時間で描けるかなっていうような企画をやろうかなと思ってたんですけれども、まあ企画倒れですね。まあ普通にボツにしたんですけれども、まあまず下書きが24時間っていう風に書いてあるんですよ。でまあこれはまあ構想を含む24時間で書いてない時間も含めての24時間なんで、まあ別にここはもう僕は模写してるんで、まあここは僕の勝ちなんですけどここの時間はもちろん僕が勝ってるんですけれども、ペン入れですよ問題は。ペン入れが約3時間っていう風に書いてありまして、下書きのそのラフな状態からペン入れをしていくのがもう3時間っていうのも早すぎて、僕模写してるのに勝ってないんですよ。これどんだけ恐ろしいことかわかります？しかも僕5時間ぐらいかかりましたからね、ペン入れに。で、着彩は7時間っていう風に書いてあるんですけれども、まあこれはなんか
今回のこの絵は小畑先生は結構その色を途中で変えたりとかして、あの寄り道があったりとか迷いながら描いたっていうことなので、まあ7時間ということで、でも多分もう一直線で描いたらもっともっと全然早かったと思うんで、で僕はまあ2時間ぐらいかけて半分ぐらいまで来たかなっていう。でもまあ半分といってもそのライトとかリュークとかはもう描き終わってて、まああとはなんか後ろの背景とかだったんで、多分そっからあと1時間ぐらいで終わるかなといった計算のところで、今回の水彩塗りを発見してしまい、泣く泣く没にしたっていうなんかそんな感じなんですけれども、まあでも結局のところ小畑先生のその最初の下書き24時間構想入れてっていうその部分を抜きにしたペン入れ着彩っていうのと、まあ、僕のペン入れ着彩っていうのはトータルで多分、まあ、圧倒的多分僕が負けていたなっていう、模写してるくせにだからまあ途中でボツにしなくても普通に企画として全然成り立ってなかったっていう、もうそんなに早いことあります？だって絵のクオリティだって模写してる僕よりオリジナルの小畑先生の方が上手いのに、しかもオリジナルでなんかいろいろ考えながら描いてるのに模写してる僕より絵が描くのが早いってどういうことっすかね。さすがに草生えるというやつですよね本当に。だからもうちょっと心も折られました小畑先生に。でもやっぱその小畑先生の実際着彩してるところっていうのをジャンプ流とかで見ると、まあもう早く描くことっていうのがもう美しく丁寧に描くことに直結してるなっていう、もう迷いもなくて全然修正もしないっていうのが、もうそれがもうねまさに水彩の美ですよね。後々なんか修正しながらなんかちょび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 無限に絵を描いて作っていく油彩とはまあ対極の、なんか油彩ディスになってますかこれそんなつもりではなく、まあ、とにかくもう早くて美しいを極めたっていう感じがなんか見受けられますね。でも本人的にはご本人的には極まってないらしく、インタビューとかでは全然その新しい描き方をずっと探してるみたいな。だから小畑先生ぐらい上手いのに、いろいろなんかその新人の描き方だったりとか今流行ってる絵柄みたいなのすごい研究して取り入れるようにしてるみたいな。し絵柄とかもめちゃめちゃ固定みたいなのはしなくて、話が多い時とか、なんかバクマンの時とかはもう話とかセリフがメインだからそれを邪魔しすぎないぐらいの絵にしたり、逆にプラチナエンドとかだったらまあ重厚な世界観とかが必要だからもうかなりかっこいい目の絵っていうのをバンバン描いてみたりみたいな、まあ臨機応変にもう小畑先生レベルの先生がそんなことし始めたらもうそりゃ一気当選ってやつですよね。なんつってそんなテクニックもう一子相伝なんつって1億円レベルのプレイヤーですよねまあこんな韻を踏んでても僕一人で撮影してるわけですから、まあ、誰もツッコミとか文句を言いに来おへんっていう感じですわ。ただ僕は小畑先生の光の号とかデスノートぐらいのコピックの塗りが好きなんですけれども、なんかだんだん色薄い時期に入りません？なんかめちゃめちゃその薄塗りもすごい綺麗なんですけど、光の碁の完全版の表紙とかも結構薄塗りで、まあ、こんなおしゃれで綺麗でかっこいい塗り方確かに小畑先生しかできないからめっちゃオリジナリティあるんですけれども、まあ、やっぱちょいしらっちゃけてるなという感じが僕はしちゃって、だからしっかりなんか強い色を置いていた時期の、そんな時代の小畑先生の色の塗りが好きですね。っていうか東谷明を描いてるのでちょっと東谷明の話していいですか？なんかここまですんの忘れてた。僕東谷明結構好きなんですよ。東谷明ってめっちゃ面白いタイプの天才だと思うんですよね。まあ、光の碁って囲碁漫画であるのと同時に
キャラクターたちがもう成長していくのを見守る漫画じゃないですか。もう僕たちが親となり、ヒカルとか、トウヤアキラとか、子供の成長を見守る漫画なんですよ。で、主人公新藤ヒカルと、そのライバルであるトウヤアキラの成長の対比っていうのが、もう見事、もうお見事、堀田由美先生、大先生、素晴らしすぎます、といった感じ。あの、原作堀田由美先生で、作画が小畑武先生ということで、新藤ヒカルは最初は子供の頃はもう生意気なクソガキなんですよ。でもうわんぱくで運動神経も良くてみたいな。で、囲碁かったるいなみたいな感じで、囲碁楽しいのかねみたいな。そういう感じのちょっと元気印の男の子で、逆に戸谷明はおかっぱで控えめな性格といいますか、まあ全然控えめではないんですけれども、初見では控えめっぽいんですよ。で、賢そうで、なんだかすごい丁寧なお坊ちゃんっていう、まあそういったキャラクターなんですよね。元気でわんぱくなヒカルに対しての冷静で丁寧な子供らしからぬ落ち着いた大人っぽい東野明っていう、まあそういう対比なんですけれども、東野明は、まあ実はですね、めちゃめちゃ囲碁が強いわけですよ。で、その囲碁の強さゆえに周りに友達ができないんですよね。東野明レベルで囲碁できる同年代、まあちょっと上でもちょっと下でもそういった人間がいないせいで大人とばっかり関わってるから、だから丁寧な少年、友達のいない丁寧な坊ちゃんって感じなんですよ。そこに来てヒカルですよ。もうヒカルがめちゃめちゃ強くて、もうなんなら自分の尊敬してるお父さんぐらい強いかもしれないみたいな、もう対等どころか遥か格上のヒカル、まあかっこサイが打っているっていうのに出会ってしまって、でもそっからはもうなりふり構わずちょっとつ猛進にもう突っ込んでくんですよね、ヒカルに。で、ヒカルがもうサイじゃなくて自分で囲碁を打ち始めて、俺も打ちたいってなって囲碁を打ち始めたら、まあヒカルはまあもちろん初心者なわけですから、そこで絶望してもう縁を切るみたいな感じの、もうめちゃめちゃなんですよね。もうこうと思ったら一直線みたいな。だから面白いのが囲碁の打ち方もそんな感じなんですよ。碁にやっぱ性格が出るから天才なんですけれども、攻め気な、めちゃめちゃ強気な碁を打つ、そういう碁のタイプなんですよね、東野明は。で、一方ヒカルはまあそういったごたごたもありつつも、ヒカルにとって、まあ、重大なある事件が、まあ、13巻だか14巻だかで起きるんですよ。で、そこでヒカルは今までわんぱくで元気印だったヒカル、ミステリアスになってくんですよね。もうこの成長がたまんないんですよね。まあ、二人の成長曲線が、ヒカルは最初はわがままで元気だった少年って感じのヒカルが、まあ、ある事件をきっかけに、もうだん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 ミステリアスで思慮深い、ちょっとなんかクールな感じに成長していくんですよ。一方、東野明は、最初のうちは丁寧で、思慮深げな、なんだか大人っぽい男の子。なぜなら、周りには友達がいなくて、自分の相手をしてくれるのは大人ばっかだからっていう、そんな東野明が、まあ自分に迫ってくるライバル、まあ新藤光もまあ一時期は見限ったけれども、でも新藤光の成長スピードが半端なくて、まあだん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 もう恐ろしい成長速度で自分に迫ってくるんですよ。で、東野明としては、今までは同年代で強いやつなんかいなかったけど、だん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 自分に近いレベルの人間たちがポツポツ出始めてきて、で、友情が生まれ始めるんですよ。で、生じい子供の頃友達いなかったから、なんか友達ができ始めてくると、もうすごいわがままなやつ、それでなんかもう結構その自分の感情をストレートに出したりとか、まあちょっとつ猛進ぶりに磨きがかかるんですよね。だから子供の頃はなんかあんなクールだったのに、まあそれはでも友達がいなかったからで、大人になるにつれ友達ができてって、それでめちゃめちゃそのわがままでちょっとつ猛進な性格になっていくというか、まあ本性を表していくというか。だから主人公の新藤光はわがままなところからクールにミステリアスに成長してって、東野明は
クールでミステリアスだった子供時代からもうだん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 感情むき出しでわがままになっていくっていう、この性格の緩やかな、なんかその正比例、何反比例なんていうのなんかこれ美しいですよね、もう脚本の美しさ。だからなんかその読んでた当時はやっぱミステリアスにかっこよくなってくヒカルが好きなんですけれども、改めて読み返してみたりとかすると、あのこのわがままに、どんどんわがままになっていく東谷明っていうのがもうすごい、もう友達できてよかったねっていう、もう本当になんか温かく見守ると言いますか、もうあの感情を吐き出せて、で同じレベルのなんか人たちに巡り会えてよかったねっていう、孤立していた子供時代から、まあ、まあよくぞここまで自分の感情を表に出せるような同士に出会えたなっていうことでも本当になんかもう微笑ましい。もう東谷明好きになっちゃいますよね、もう尊いってやつですかこれが。で僕がその東谷明でめっちゃ好きなシーンが、あのなんかさっき13巻だか14巻だかで新藤光に対してまあちょっと重大な事件が起きるっていうことを言ったじゃないですか。それでもうそのせいで光が試合に来なくなっちゃうんですよ。その陰性なんで、てかまあプロになってたかな、まあ、あの対局のなんかその試合がなんかいろいろもう組まれてるんですけど、なんか進藤が来ないんです、光が来ないんですよね試合に。でまさか来ないのかみたいな感じでめっちゃ東谷が焦ってるんですよ、進藤なぜ来ないみたいな感じで今日こそ君の 対局を見れると思ったのに、進藤なぜ来ないんだみたいな感じで、でさらに2日後、進藤なぜ来ない、さらに3日後、進藤ってダンってあの壁殴るんすよ、進藤っていう心の中で思いながらダンって壁を殴って、そんでそれを後ろで冷や汗かきながら見てるわやっていう、もうここのリズム感めちゃめちゃもう良すぎて、もう壁ダーン、わやびっくり、振動っていうこの一連の小回りがめちゃめちゃいいんですよね。あ、ちなみにその次の話もめっちゃ面白くて、まあ、ネタバレっちゃネタバレなのかもしれないですけども、あの光の学校に来るんですよ東谷明が。光が試合には来ないけど学校には行ってるから、いきなりスッと図書室かなんかに東谷明が入ってきて、でうわーみたいな、もうびっくりしたみたいな感じに、心臓に悪いんだよな、何しに来たんだみたいな感じに光が慌てるんですけど、もう全然東谷明はもうその慌ててることに対してはもう何のリアクションもせずに、心臓なぜ若獅子戦に来なかった、なぜ手合いも休んだ、何か訳がみたいな感じで、もうとにかくもうそのことしか頭にないっていう。しかも全然違う学校の生徒ですからね。東谷明は海王中っていう私立名門のなんか別の中学の生徒なんで、制服とかも全然光たちと違うんですよ。なんかそんなやつがいきなり図書館にヌッと現れて、それで、光がもう俺は囲碁打たないからとか言っても、打たないだと？ふざけるなみたいな感じで、違う中学のやつがもうめちゃめちゃ大声を図書室で、で、うるせえぞとか言ってなんか他の人に言われたりとかして、で、もう光は逃げるんですよ。でそれを東谷明は進藤っつって追いかけてって、何のためにプロになったんだ君はっつって追いかけながらめちゃめちゃ大絶叫して、もう僕と戦うためじゃなかったのかっていう、もう激アツですよね本当に。なんか今茶化してるみたいに言ってますけども、普通に胸アツなんですけど、胸アツアツなんですけど本当に。で、しかもなんかこの熱い感じがもう、ゴもこういう熱い感じっていう力強いタイプの、もう果敢に攻めていくタイプのゴを打つっていう。最初の登場シーンからはもう予想もつかなかった成長具合というか、でも全然納得できる。なるほど。こういう風に人は育っていくのかっていう、なんか、まあシュミレーションみたいな感じですよね、もう。こういう人間たちがこういう状況に置かれたらこういう風に成長していくみたいな、もうそれを本当に親目線みたいな感じで
なんかもう成長を見守っていく面白さみたいな、だからもう東谷明はめちゃめちゃ本当にもうスコってやつですね、もう大スコ大スコです、東谷明といったところで、まあ今日はまあよう喋りましたな、なんかもう1時間近く一人で喋っちゃいましたね、まさかまさか1時間近く一人で喋ることになろうとは。でもやっぱ改めて僕ちょっと光の子好きですね本当に。まあこのなんか漫画模写 RTA とかやり始めた一番最初の動画も光の子だったし、まだ好きなキャラ、なんか喋りたいキャラとかいるんですよね。あのコウヨンハとホンスヨンっていう、あの韓国のこの二人組というか、まあまあスヨンの方が先に出てますけども、とかあのレイピンとヤンハイさんだったりの、あの中国勢とか、まあ、ちょっとその中国韓国勢の話もすごいしたいんですけれども、まあさすがに光の子のトピックやりすぎかなという、なんかまあそういう引け目も、まあもっといろんななんか漫画の模写だったりとか話とかっていうのをバランスよくしてった方がいいのかなという配慮もありつつの、いや光の子は本当におもろいっすね。光の子は人生ってやつですかこれ、もしかして。まあでもとにかくちょっとまあ今日の話をもうまとめますか。もう何の話をしてたかも若干忘れつつあるけれども、今回は水彩塗り、水彩ブラシっていうアドビフレスコのフォトショのライブブラシを使って、それで水彩ブラシ単体だとあんまうまく機能しないので、オーバーレイレイヤーとして、ピクセルブラシのペイントのやつのブレアっていうブラシと厚塗りブラシっていう、まあ、その2種類のブラシでそれぞれオーバーレイレイヤーを作り、それを下地として、水彩ブラシで絵を描いていくとめちゃめちゃ綺麗に水彩が描けますよという動画でした。途中光の子の話に脱線したけれども、本日はそういった動画となっておりましたということで、今日のところはおしまいにしようかなと思います。お疲れ様でした。